関西私鉄とは、近畿地方を走る私鉄のこと。その中には、大手私鉄5社と順、大手私鉄4社が含まれる。近鉄22,600系新塗装車、阪急7,000系、阪神8,000系、京阪8,000系新塗装車特に大手私鉄は、各社が沿線開発に注力し、俗に私鉄王国といわれる強力な地盤を作り上げてきたことでも知られる。これに対して、 東京近郊の私鉄のことを関東私鉄と称する。このうち近鉄は関西私鉄ではあるが近畿地方以外にも東海地方のにも路線網を持っている。ここに挙げる会社のうち関西大手私鉄との資本関係がない会社は水間鉄道、和歌山電鉄、大海鉄道、紀州鉄道、北条鉄道、京都丹後鉄道、死柄木高原鉄道である。また、 近畿地方に属する三重県の鉄道は除外する。また JR グループである佐賀の観光鉄道も除外する。ここでは1960年代以降に廃止となった鉄道を列挙する。日本で利用されている主な機関。関西においては赤の標準機と青の狂気が採用されている。関東私鉄では線路幅は JR と同じ。 狂気が多数採用されている一方、関西私鉄では、本校で挙げた全21社のうち、12社が標準機を採用しており、関西大手私鉄においては、標準機が主流となっている。これは、多くの鉄道がもともと、路面電車だったことなどが由来となっている。また、標準機を採用している、鉄道会社のうち、近鉄、京阪の工作線については、狂気となっており、 近鉄の南大阪線系統についても狂気となっている。なお、地方公営企業を民営化して設立された大阪市高速電気軌道地方公営企業である京都市交通局と神戸市交通局の3つの地下鉄はいずれも標準機を採用している。関東大手市鉄のターミナル駅は JR 山手線に接続する駅に存在し、環状路線である山手線より 内側、東京都心にはターミナル駅は存在しない。これは山手線の各駅に接続することにより、各施設が自力で都心延伸するよりもターミナルに自社の商業施設を集中した方が利益になると判断したからである。こうして関東大手施設のターミナル駅周辺にある渋谷、新宿、池袋は副都心として発展を遂げた。 一方、関西大手私鉄は、山手線と同じ環状路線の JR、大阪環状線と接続する梅田駅、安倍の橋駅に加え、天馬橋駅、南馬駅、上本町駅といった大阪環状線よりも内側に、ある大阪都心側に、独自のターミナル駅を形成してきた。大阪の大動脈は、大阪環状線ではなく大阪メトロ御堂筋線となっており、開業後は、 同線と接続する駅として京阪は、淀屋橋駅に、近鉄、阪神は、南波駅に延伸し、さらに都心部への乗り入れを果たした。御堂筋線は、東海道、山陽新幹線との乗り換え駅の新大阪駅、大阪北の中心の梅田、大阪南の中心の南波、新斎橋、天王寺といった、大阪の重要拠点を結んでおり、隠し鉄が、 未同筋線に接続することにより、各所への移動が良いとなっている。また、近鉄が南波に延伸したことにより、東京とは違い、大阪におけるターミナル駅がある、程度集約されたことになる。なお、大阪に限らず、関西では、接続駅において、鉄道会社ごとに駅名が異なる場合が多い。例えば梅田では、微妙な駅の立地の違いなどにより、駅名が異なっている。 関西私鉄は競争が激しく、かつては乗り入れも少なかったが、現在は大手私鉄同士では、阪神、山陽、阪神、近鉄で行われている。また、近鉄と阪神の直通により、線路だけで見ると、山陽姫路駅から阪神を介して、近鉄名古屋駅までつながったことになる。また、関西大手私鉄では京阪のみが、他の私鉄と乗り入れを行っていない。 関西の鉄道の乗り入れ、ありがとうございます。